2019年2月の4日に正式リリースされてから数々の伝説を残してきた Apex Legends。 日本での人気の上昇はとどまることを知らず、今もなお破竹の勢いで人気を高め続けているビッグコンテンツ。誰かが言った、このゲームで一番強いやつが日本で一番ゲームがうまい。 Apex、 この言葉の通り、頂点を決めることこそがこのゲームの最終地点。我々は全ての Apex ユーザーの頂点を決めたことがあっただろうか。これまで Apex が残してきた伝説たちは、表舞台に立てる権利がある者たちのみによって作られてきたものではないか。全 Apex ユーザーに次ぐレジェンドになる準備はできているか。明日の Apex の伝説を作るのはそこの君だ。この度 Apex Legends 最強クリップ選手権を開催したいと思います。この Apex Legends 最強クリップ選手権が何なのかというのをね、軽く説明していきます。この Apex Legends 最強クリップ選手権、サブタイトルトップ5プレイズとは、もうタイトルの通り、全 Apex プレイヤーの中から最強のプレイヤーを決める企画です。まあ、この全ての Apex プレイヤーっていうのはね、もちろんこの世界にいる全ての Apex プレイヤーからクリップを集めるってのは不可能なので、あくまで全ての Apex プレイヤーにクリップを応募する資格があるよっていう意味での全 Apex プレイヤーって意味です。それでは次にルール説明に行きたいと思います。まあ、ルールというか詳細ですね。まずこの選手権への参加方法は、自分の持っている最強だと思うクリップを僕の Twitter @赤メインゲームまで送信してください。送信できるクリップは1人1個までとなっているので、本当に自分の中で思う最強のクリップを僕まで送ってください。送信方法については、ギガファイル便にクリップをアップロードしたものか、もしくはクリップを YouTube に限定公開したそのリンクを僕の DM まで送ってください。送られてきた全てのクリップの中から、おいおいこれは最強だろと思ったものを僕が5個選んでランキング形式にして後日動画化します。まあ、本当にもう理由は何でも大丈夫です。多くの人に自分の最強クリップを見てもらいたいとか、自分の知名度をもっと上げたいとか、そういう理由でも何でもいいので、もうとりあえず自分が思う最強のクリップを僕に送ってください。もうめちゃめちゃクリップ多すぎた場合は、まあ、ちょっと何回かにね、分けてやるかもしれないんですけど、まあ、とりあえずはもう自分が思う最強のクリップを僕に送ってほしいっていう、ただそれだけです。まあ、動画の合間にね、ボーナスクリップとして1、2個ぐらいネタクリップも紹介したいと思ってるので、ネタクリップの募集もしています。まあ、ちょっとね、かっこいいキルクリップとかに自信ないなっていう人は、このネタクリップでのね、参加でも全然いいのでよろしくお願いします。募集期間は本日9月の19日から9月の29日木曜日までとなっています。それ以降にクリップが送られてきた場合は、もし第2回を開催するとなった時の対象のクリップとさせていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。よろしくお願いします。